はい、こんにちは、牧野です。本日は老化によってお顔は大きくなるのかどうかについてお話ししたいと思います。実は若い方で小顔になりたいという方は多いんですが、年配の方でお顔を小さくしたいというご希望の方はあまりいらっしゃいません。ところが年齢とともに少しずつお顔は大きくなっています。そのことについてあまり知られていませんので、本日はそのことについて説明をしたいと思います。そしてその治療法についてお話ししたいと思います。今回の動画を見ることによって、年齢とともに実はお顔が大きくなっているよっていうのを知ることができます。知ることができることによって、顔を小さくすれば若く見えるということが理解できるので、小顔の治療をすることで若返りのアプローチができるようになります。このチャンネルでは、医師歴18年の現役の医師が現場の生の声を踏まえた正確な情報をもとにお伝えします。ご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。写真を提示します。これは2011年に出た論文から引用させていただきました。右がドイツ人物の20歳、左がドイツ人物の70歳の写真になります。見てみると、若い方が頬のお肉はしっかりしていますが、お顔全体としては70歳の時よりも小さく見えます。お顔の中心だけを見ると、目がくぼんで、目の下が痩せてる、頬が平べったい、平坦な感じがします。ここだけ見ると小さくなっているように見えるんですが、この輪郭を見ていくと、肉厚な脂肪がフェイスラインにまたがっていて、右の20歳の時と比べるとフェイスラインが下がって肉厚になっているように見えます。60歳70歳の方のお顔をイメージしてみてください。そうするとお顔が大きいっていうようなイメージありませんか？意識して考えてなかった人も、そういえば何々おじいちゃん顔が私より大きいわっていうふうに感じていただけると思います。つまり老化によってお顔は大きくなるということです。また別の写真をお見せします。同じ顔のこちらが若い方の写真で、これを老化した写真を半分にしてハーフサイドでお顔の比較をしています。年齢とともに上まぶたがくぼんで、こういったシワが出てきてお顔がたるんでいくわけですけども、若い人の方が頬が高くて卵型になってますけども、年を取るとお顔が四角くなっていきます。お顔を下半分だけ四角く輪郭を作ってあげるだけでもすごく老けて見えませんか？女優の森光子さんのお写真をお示しします。森光子さんの36歳の時のお顔、こちらが86歳のお顔です。お顔を見てみると、こちらの方が確かにぷっくりはしていますが、フェイスラインがシャープでお顔は卵型になってますが、86歳の時は頬のお肉がついて下がって、お顔自体は大きく見えます。その後88歳の時に痩せて、この時のお顔の方が86歳よりも若く見えます。つまり痩せると若く見えるということは、顔が大きくなると老けて見えるということになります。その理由は大きく分けて3つあると考えています。1つ目はお顔の輪郭が丸から四角くなっていきます。頬のお肉が緩んでフェイスラインの脂肪がついてくることによって、お顔が四角くなっていくんですね。当然丸よりも四角の方が顔が大きく見えます。次にフェイスラインがたるんでしまって、フェイスラインがぼやけてしまうことが原因として挙げられます。フェイスラインがぼけるとお顔と首の境目がはっきりしなくなるので、首の上の部分までがお顔と認識されてしまいます。お顔が伸びたような状態に見えるということですね。なので顔が大きく見えます。3つ目は中心、お顔の中心が徐々に痩せてくるのに対して、お顔の輪郭はお肉がついてくるので、立体感のない平坦な顔になっていきます。正面から見て同じ面積でも立体感がある顔は痩せて見えます。平べったい顔は同じ面積でも広く見えます。これは錯覚なんですが、そのように見えてしまいます。これら3つの理由を改善させる治療を行えば、
若々しい小さなお顔になります。症例を示したいと思います。症例は54歳の女性で、上が術前ですね、下が術後34ヶ月になります。体重は変わっていません。手術前はフェイスラインがこうもたっとした感じがありますけども、フェイスリフトを行うことで頬の輪郭がシャープになって、若々しい精悍な顔つきになっています。脂肪を取って皮膚のたるみを取り除くことで、お顔が小さくなって若々しい感じに見えます。この方は38歳の女性で、同じくフェイスリフトを行った患者さんです。年齢は若いんですが、治療前と比べると治療後は明らかに若く見えます。輪郭も四角い顔から卵型の輪郭になっています。骨は一切触っていません。お顔を小さく引き締めることによって若々しい小顔になることができます。40歳女性の方で、フェイスリフトとお顔の脂肪吸引を行っています。治療前は頬が膨らんでマリオネットラインが出てきています。治療することによって頬のもたつきがなくなって卵型のフェイスラインになっています。斜めから見るとこのフェイスラインの改善がよくわかりますよね。20歳代の女性です。治療前はお顔がふっくらとして、顎下には2段顎もあります。周りからは老けて見られると、周りと同じような年齢層に若く見られたいということで当院にいらっしゃいました。当院では骨は過去にされたことがあるということで、皮下脂肪と皮膚のたるみがメインと考えてフェイスリフトと脂肪吸引を行いました。術後6ヶ月、この間で体重は変わっていません。体重は変わっていませんが、お顔は一回り小さくなってフェイスラインが整うことによって非常に若く年齢相応に見られるようになったと大変喜んでいただきました。斜めです。斜めから見るとさらにこのフェイスラインの改善がよくわかります。老化によってお顔は大きくなりますが、これをどういうふうにして治療していくかについてお話したいと思います。まずお顔がたるんでしまってフェイスラインが乱れてお顔が大きく見えるものに関しては、皮膚を引き締める治療が必要になります。引き締める治療としては、軽度であれば HIFU をおすすめします。重度になってくるとやはり皮膚は切らないとたるみがどこかに残ってしまいますので、フェイスリフトをおすすめします。フェイスラインに脂肪がついてくることによってお顔が大きく見えている場合は、この部分を脂肪を減らす治療、脂肪溶解注射もしくは脂肪吸引をおすすめします。年齢が高くなって脂肪を取っても皮膚のたるみが生じてしまう場合は、ネックリフトも行うことをおすすめします。ネックリフトは髪の毛の生え際もしくは顎先の下のところを切って、中の筋肉を引き締めて皮膚のたるみを引っ張る手術になります。お顔が平坦で顔が大きく見えている場合は、お顔の中心にボリュームを入れてあげる治療をお勧めします。具体的にはヒアルロン酸、脂肪注入などがあります。ヒアルロン酸は手軽にできて値段も安価です。硬さも様々あって場所によって使い分けることで非常に良い仕上がりになります。ヒアルロン酸は 1cc いくらという値段設定ですので、たくさん入れないといけない場合は料金が高くなってしまいます。ただ時間がない方には非常に手軽にできますのでおすすめです。ダウンタイムがしっかり取れる方は脂肪注入をおすすめします。脂肪は太ももの内側もしくはお腹から採取します。脂肪はたくさん取れますので1回の治療でたくさんのボリュームを補うことができます。最近では皮膚の浅いところに注入して小じわの改善も行うことができます。これも大変おすすめの治療です。治療はそれぞれの原因によって変えていく必要があります。これらの治療を単独の治療もしくは複数の治療を組み合わせることによって非常に高い効果が期待できます。まとめです。今回の動画では老化によってお顔が大きくなるのかどうかについてお話しさせていただきました。またお顔が大きくなる理由について3つ述べさせていただいて、原因によって治療法を変える必要があるということをお話しさせていただきました。一昔前ではお顔を若々しくするためにヒアルロン酸注入するだけでお顔が若返るというふうに考えている医師もしくは患者様もたくさんいらっしゃいました。ただ先ほどお示しした通り、年齢とともにお顔は大きくなっていきますので、必要以上のボリュームを入れてしまうとお顔はむしろ不自然に老けてしまいます。
少し前は扇風機おばさんなどありましたよね。お顔を大きくすると綺麗になるというわけではありません。むしろおばさん化してしまいます。小顔という治療法を検討することによって若々しいお顔を維持することができますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。